元気になれ。お疲れ様です。要はゴールデンゾーン、シンプルにボリュームを持ってっていう話をします。ゴールデンゾーンって何っていう方は、雑貨屋さんの専門用語解説っていう動画がありますので、説明欄に貼っておきます。まずそちらご覧になってからこちら見るようにしてください。この動画で分かることは3つです。1つ目、ゴールデンゾーンが大事な理由。2つ目、実例を用いて悪い例とその理由、良い例とその理由。3つ目、具体的な改善方法とテクニックの3つです。大事なことはパッと見の印象がどうだっていうことなんですよね。基本的なことから少しハイレベルなことまでいろいろ解説します。お客様が売り場を判断するのは思っているよりも実は一瞬で判断されてしまうんです。なのでパッと見の印象でゴールデンゾーンでハッと思わせることができるかどうかが勝負になってきます。まず最初はこちらです。最上段がどう違うかっていうお話ですね。赤枠で囲ったところです。左ビフォーは上がキャリーの商品なんです。つまり去年の売れ残ったものっていうことです。右は最上段が新商品っていうふうになってます。どちらがいいかっていうと間違いなくアフターですよね。昨年セールにしても売れなかった商品をゴールデンゾーンに置いていくのはちょっと不自然です。やっぱり売り上げが最大限に上がる可能性のある売り場になっているかどうかはゴールデンゾーンで決まります。はい、次ですね。メインは何、強みは何っていう風なタイトルにしました。まずビフォーの写真ですね。なんとなくゴールデンゾーンに全種類を平均的にダイジェストとして並べています。これだとね、インパクトにやっぱり欠けるんですよ。売れ筋じゃなく見切りの商品もゴールデンゾーンに並んじゃってるんですよね。つまり売りたいものが何なのかっていうのがちょっとぼやっとしてます。それに対してアフター、これはメインのタイトランチボックス、それの空張りをバーッと並べて見せてるんですよね。この方が効果的です。メインは何なのか、強みは何なのか、タイトランチボックスを一押しにしている展開です。はい、次ですね。空きスペースは有効利用しましょうっていう話です。ビフォーの写真見てください。ゴールデンゾーンがですね、すっからかんになってるんですよ。これはあまり良くないですね。でこれを埋める方法としてデカポップを書いたりしがちなんですが、空いているからって無理やりデカポップ貼るのはあまり効果的ではありません。このシリーズだとクッションだとかネムネムクッションだとか書いてもあまり意味ないポップなんですよ。なのでアフターはサンプルをダイジェストとして空きスペースを有効利用して陳列している展開です。空きスペースは有効利用しましょう。はい、次です。メイン商材は何と疑問形にしました。アフターもですね、欠品が多くて決していいコンディションではないんですが、アフターは吸水マットを売るっていう意図が伝わる売り場です。しかしビフォーですね、これは何が売りたいのかよくわからない売り場になっています。パッと見でどう見えるか、パッと見で何が売りたいかわかるか、ビフォーはちょっとですね、品目が混ざっていてよくわからない感じになってしまいます。でまたビフォーは縦で商品を分けてるんですよね。これはお客様目線で見るとちょっとね、実は分かりにくい場になってます。はい、次です。伝えたいことは何っていうことですね。ビフォーは伝えたいこと何に見えますか。セール対象外ってことが伝えたいことに見えませんか。でアフターはそれに対していろいろな使い方ができますよっていうことを伝えたいように見えると思います。これ大きな差ですよね。はい、次です。種類やバリエーションを多く見せるっていうことですね。パッと見で印象は決まります。ゴールデンゾーンでサンプルを見せている数がビフォーとアフターで全然違います。2段目3段目もカラーバリエーションが多く見えるように、先頭に持ってくる色をわざとバラバラにしています。種類が豊富で自分の好きな帽子があるかもと期待が瞬時に持てるのはアフターの写真の方ですね。次はシンプルイズベストっていうことですね。ビフォーは使っている重機に法則性がなく、いろんなものを使っています。で種類が多くて余白のようなスペースが多いんですよね。で対してアフターは法則性がある陳列になっています。パッと見でバリエーションの多さを認識できる陳列となっています。はい、次、ちょっとした差分かりますかっていう風に書いてあります。どうでしょう、分かるでしょうか。ちょっとね、写真が不鮮明で分かんないかもしれないんですが、差は透明のパックから出してるか出してないかっていうことなんですよ。で売り場見るとすごくよくわかるんですけど、ビフォーはクリスタルパックが反射してビフォーの色の差があんまりねわからないんですよ。でそれに対してアフターは袋から出すことによって色がはっきり判別できるようになっています。繰り返しますが、パッと見でお客さんは判断しちゃいます。お客様目線で売り場を見れるっていうことがすごく大事なんです。はい、次、サンプル出しは最重要っていうお話ですね。ビフォー、これ一見いいように見えるんですが、触れる部分が少ないんですよ。これは秋冬のルームウェアです。ボーダーの柄のサンプルがなくて、上下セットっていうことが伝わらない売り場になってます。
アフターはどうしたかというと、触れるのがいっぱいあるように改善しました。そして下段でハンガー展開をしてバリエーションを見せています。で、襟の部分ですね、こっからあえて下のパジャマですねを出して上下セットであることをアピールしています。サンプル出しは最重要です。はい、次です。パッと見で何を押しているか分かるゴールデンゾーンにしましょうということですね。ビフォーのゴールデンゾーンはブレス以外もダイジェストとして入ってずらーっと並べてる感じなんですよ。アフターは品番を絞ってボリュームを出して1品番あたりの面積を増やすことで分かりやすさが増している例です。はい、次。サンプルの出し方でバリエーションの多さに差があるように見えるっていう例ですね。ビフォーとアフター見比べてください。アフターの方が種類が多く見えませんか？これ実は同じ種類扱ってるんですよ。じゃあ何が違うかというと、ビフォーは面積の7割くらいが箱なんですよね。つまり在庫が見せる部分が7割を占めている。アフターは6割ぐらいはサンプルを見せています。箱は4割弱ぐらいになってますね。じゃあ何をやったかというと、他社のお店の写真をもらってそれを参考に売り場作りをしたっていうことです。つまり徹底的にパクるっていうことをやりました。まあ、結果ね、写真のようにまあまあ違うんですけれども、バリエーションの豊富さ、これがすごくいいなと思ったので、それは演出できています。徹底的にパクるのが大事です。はい、それではまとめです。お客様が売り場を判断するのは一瞬だということ、パッと見で伝わる売り場でなければいけないということ、パッと見はゴールデンゾーンに注力するってこと、いいところは徹底的にパクるっていうこと、要はゴールデンゾーン、パッと見がめちゃくちゃ大事だよっていう話をしました。よろしくお願いします。